2023年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を15年前から見とっている専門家のジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。それと、最後まで視聴してくれよな。私たちのバイトは順調だぜ。では、タイトルを読むわよ。4万人のスカウト隊員への虐待、ペンライトの光の海となった競技場、ジャンボリー混乱を収拾した K-POP スターたち。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国、世界スカウトジャンボリーという地獄のサバイバルを強制的に経験させられ、韓国に台風が訪れることで、ようやくその死地から生還を果たした4万人のスカウト隊員たち。それぞれ4万人は各地に散っていったわけだが、スカウトプログラム自体は12日まで続くということで、先に撤退したイギリス、アメリカ、シンガポールなどを除いて、個人的に帰ることもできずに、急遽こしらえた宿泊施設に泊まらなければいけなかった。日本のスカウト1500人なんて、ネット環境すらない。スマホの充電もできない寺に。押し込まれて、粗末な食事やスカウトとの関係ないプログラムを強要されて数日間も過ごしたという。だが、そんなスカウト隊員にとって、最後の試練が接近していた。それは頼んでもない K-POP コンサートを閉会式に合わせて見せられるってことだ。スカウト隊員は K-POP コンサートみたいから韓国に来たわけではない。こちらからすれば知りもしない韓国人がステージで歌って踊るのを数時間見ていなければいけないなんて拷問に近い。どう見ても虐待レベルだと思う。仕事やプライベート以外で自分の興味のないことに時間を使うなんて一番の苦痛だからな。耐えられるものじゃない。しかも、これを韓国メディアはジャンボリー混乱を収拾した。K-POP スターたちとか、少年、少女に無理やり、ペンライト持たせて、演出しただけのは丸わかりだよな。コンサートに付き添いで行ったことある。人間としてはそのノリに参加できないと、かなり厳しいからな。でも、これも韓国、世界スカウトジャンボリーシリーズの、一幕としては、取り上げておく必要がある。そして、こんなものが美談になるわけないと突っ込んでおく。では、冒頭から見ていこうか。ここの引用は私が読むわよ。短すぎる準備期間と、台風6号カーヌンの影響で、最後まで緊張感が漂っていた2023セマングム世界スカウトジャンボリーの閉営式と、K-POP スーパーライブコンサートが、1日、ソウルマポグの、ソウルワールドカップ競技場で、開かれた。ずさんな運営の末に、事実上早期閉営したジャンボリーの、混乱を収拾したのは、IVE や NEWJeans、NewJeans など、K-POP スターたちだった。この時点で美談にしようという必死の、韓国メディア。だから、BTS 出せよ。くだらないゴミレベルのフォトカードなんて、出してる場合じゃないだろう。知らないアイドルが出てきて歓声なんて、上がるわけないだろう。誰よ。IVEとか、NewJeans。こちらは無駄に韓国芸能も、斜め読みでチェックしているが、全く知らないぞ。YouTube で。韓国が工作して再生数、数億回とか、そういうくだらないニュースには、出てきた記憶はあるな。それでは記事の要点を整理していく。記事の要点や引用はマリサの、担当よ。任せておけ。記事の要点。1、首都圏を中心に、全国各地に散らばっていた約140カ国の、4万人余りのスカウト隊員たちは、1400台以上の、バスに乗り込み、約3時間かけてソウルワールドカップ競技場に入場した。閉営式後、午後7時から2時間にわたって、行われた K-POP コンサートには、NEWJeans、IVE、NCT、ドリーム、ITZY、ママム、ザ・ボーイズなど K-POP グループが出演し、華麗な舞台を披露した。2、コンサートが始まるとスカウト隊員たちはリズムに乗って体を揺らしたり、歌を合唱したりするなど、コンサートを楽しんだ。アイドルが登場するたびに歓声が上がり、蛍光色のペンライトの波が競技場を埋め尽くした。公園中に小雨が降り、隊員たちがレインコートを着たり帽子をかぶる場面もあったが、不満はなさそうだった。3、スカウト隊員たちはコンサートでジャンボリーの心残りを埋め合わせたが、一部の混乱はコンサート開始直前まで続いた。一部のスカウト隊員がコンサートの座席配分に不満を漏らし、着席を拒否して変更を求める一幕もあった。K-POP スターを間近で見られるという期待を胸に入場したが、公演舞台も画面もまともに見えない座席に案内されたからだ。公共機関から派遣された案内要員たちは着席を拒否する。隊員たちの説得に奔走した。ある公共機関所属職員は、座席並分が問題になり、ジャンボリーコンサート場で、混乱が続いた。食事も足りず、代わりにパンを、支給したこともあったというと、語った。4、韓国政府はこの日、準備不足などこれまで、ジャンボリーをめぐる批判を、意識したかのように、警察兵力数千人を投入し、安全管理に万全を期している様子だった。ソウル警察庁はスカウト隊員たちを管理するため、警察機動隊43個部隊2500人余りを投入し、行事が夜間に終わる点を考慮し、放送証明車11台を配置した。警察庁はこれとは別に、行事終了後、各国スカウト団所属の引率者数千人が市内観光に出るとみて、イテウォンやカンナム、ホンデ入り口など繁華街にそれぞれ機動隊1個部隊60人を追加配置した。以上の4つだ。要点は以上だ。レイム、続きを読んでくれ。はい。少し休んでていいわよ。韓国政府はこんなくだらないコンサートを感染させるために1400台もバスを使ったのか。そんな金があるならまともな食事を提供した方が喜ばれたんじゃないか。後で3に出てくるが、食事すらまともに用意できてないとか。4万人のスカウト隊員をまた集めて、結局準備不足で何も学習してないという。学習能力が足りなすぎだろう。2については記者の妄想が多数含まれているのでスルーだ。3も嘘らしい。スカウト隊員にはどうでも良い。コンサートだから見たくないと拒否したら、座席に座ることを強要されたんだろう。それがなぜか、K-POP スターを間近で見られるという期待を胸に、入場して座席に不満とか、嘘もいい加減にしろと、知りもしない人間の、コンサートに興味が出るわけないだろうに。それで食事は足りないでパンとはどういうことなんだ？スカウト隊員に楽しんでもらうなら食事には、気を使うべきなのに、一部はパンしか食べられない。どうせ食事もまずい弁当が、配給されているんだろうな。4万人にうまいものなんて、作れるわけないものな。では、最後はネットの意見を見ておこうか。1、身内のタレントに金を渡すことを優先して、宿舎も衛生も、医療も食事も安全も、切り捨てたのが韓国政府。2、閉会式と抱き合わせで、無理やり見させられたんだぜ。3、この後、体育館で雑魚寝だったそうです。韓国政府による健康診断はなかったみたいだね。4、興味ないのに無理やりペンライトを振らされてかわいそう。5、じんわりと伝わってくる子供たちの不満感すげー。6、承知して7年あったのに短すぎる準備期間。7、虫刺されカビ生えた飯食わされ、トイレに困り熱中症で。体おかしくして体育館で、寝泊まり。最後にペンライト渡されてこれか、壮絶だな。以上の7つだ。しかし、コンサートが終われば体育館で、雑魚寝。健康診断すらない。うわぁ。韓国政府のやることって自分らがしたいことすれば、あとは、どうでもいいってのが伝わってくるよな。最後まで面倒を見るという、言葉を彼らは知らないらしい。こんなんで楽しめるわけないだろう。いい加減、スカウト隊員を落隊するのをやめろよ。ニュースは以上ね。霊夢、こんなことして何がしたいんだ？さあ、これで成功した。優秀の美を飾れたとか。本気で思い込んでるんじゃない？さすがにないだろう。あんなひどいことしておいて。しかし、本当、謝罪も何もないわよね。もう、世界スカウト連盟から韓国を追放した方がいいんじゃない？だよなぁ。このまま返金なし、旅費代なしとかだと、舐めてるとしか言いようがないものな。そうよ。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。